はい、じゃあ今から現像、自家現像に必要なものをちょっとピックアップしていきます。はいはい、まずこれ、さっき言われてたやつね、ダークバックって言います。ダークバック、うん、このここにね、入れるやつ、ゴムになってて、服みたいなそうそうね、なんか巾着みたいになってて、ここ真っ暗になります。大きい方がいいやつね。そう、なるべく大きい方がいい。俺ちょっと小さいの買っちゃったから。あ、これでちっちゃいちょっと M かな、もう一回りでっかいサイズがあって、そっちにしとけばよかった。まあ、作業しやすそうだね、大きい方。そう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 、なるほど。で、手袋、はい、これはありがとう。いらない。最高です。はい、ネガシート。ネガシート、お店で現像したらネガシートついてくるけど、ほうほうほう、自分で現像したらネガシートなんかないから、うこういうのを買わなきゃダメなの。あ、傷がつかない、保管用にってこと。そうそうそう、あの、はいはい、もらったでしょ、うん、他の現像したら普通にヨドバシに来て、ヨドバシに来てる、うん、で、あ、出た。はい、あ、そんなちっちゃいんだ現像タンク。あ、でもちっちゃい方が液が少なくて済むのか、最小限。そう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 、あ、まあ、でっかいと一度にいくつもできるけど。あ、でこれが125本の125は半分かな、うん、うーん、書いてないですけど、実際にこれなんていうの、これビーカーじゃないわ、ミスシリンダーじゃなくて、まあ、は測れる、なんかあれ測れるあれで、これがちょっと汚れてるけど、現像用の、てかあの水滴を拭き取る用のスポンジ。ほう、ネガのね、水滴を拭き取る、うん、水めっちゃ使うからね、あの蛇口近い方がいい、風呂場とか洗面所とか台所とか、あ、洗うとき洗ったり、水洗って作業絶対にやるから。水洗、現像が終わった後に水でジャーンと流して、のこフィルムについた薬液を全部流さなあかんみたいな。ほうほうほう、で水を全部流し終わったフィルム濡れるやんか、うんうん、濡れたらそれまま乾いてカールしたりする原因になるから、を水滴を拭き取ったり、そこ現像液、これはね、停止液です。あ、停止液たくさん、これがあの現像おじさんたちがお母さんとかに嫌われる原因の一つ、臭って言われる原因の一つ。へえ、サクサン、そんな臭いん、めっちゃ臭いから。サクサンってことはお酢みたいな匂いってこと。そう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 、じゃあお寿司屋さんって思ったらいいね。そんなにいい匂いじゃない、うん、いいか、開けてちょっと嗅いでみ、割と結構な匂いするから。くっさでも寿司屋でバイトしてたから、あのこの匂い割りかしない。いやいや、現像する人はね、寿司屋本人はね、あ、臭いわ、これは確かに。嫁さんとかが臭ってなるやろ。確かに今度怒られる可能性あるね、これでしょ、残ってたら。だからこれね、酢酸やねんけど。あ、くっさ、手早っ、手早っ。ちょ、くっさ。いや、でね、あのこの酢酸、匂いしないやつが売ってんねん。俺これ今日あえて匂いするやつ買ってきてるけど、これで大丈夫です。あーね、言うよね、クレンさん、酢酸でいいよって。100均とかで売ってるから、でも匂いもせえへんし、溶かしたらいいね。そうだ、溶かす。現像が進むっていうのは明るくなるってこと、うん、それは違う、うん、そう合ってる、その通り。じゃあ明るくなるというか、まあそれな、うん、時間を守らず、はい、めっちゃ長いことじゃあそれつけてたら真っ白になる。真っ白になる。じゃあ、あの濃度にもよるけど、露光量、ライトルームの露光量をゆっくりこう、あ、こっちに右にスライドしていってる状態ってことよね、要は。そうだね、おいおい説明します。でね、これが定着液です。定着液。はい、これもちょい臭いかも。こっちよりはマシだけど。やっとこう。それ臭くないやつやったから。これ開けても大丈夫。うんうん、開けっぱなしはあかんけど。ああ、まあ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 。なんかその辺にある臭いとこやな、これ。はい。これが現像液です。まだ作る前のね。今から現像液作んねんけど。現像液は基本粉なの？液もあるよ。濃縮タイプの液もある。ああ、なるほど。それはあれか。で、これは一番ポピュラーな現像液です。D76 っていうんやけど。
もともとコダックが出してた現像機で、もうこれさえあればどんなフィルムでも現像できますよみたいな。へえ、すごい。クソ安い。あ、安いね。安いんやけど専門1300円とかするから、これは友達に配合してもらったリーナのアクアンでこれ使います。すごい。え、一緒なの？成分としては一緒かな。効果としては要はこれ中入ってる粉ってもう100年ぐらい前のレシピやから、うんうん、医薬品とかすぐ手に入るのよ。自分で混ぜて作れるから。ほんまはこれ、ごめん、俺今日作っていきたいなと思ってるんだけど、うん、作って一晩置いた現像機の方が使いやすい。気泡とかが全部抜けるから。あ、今日はもうめんどくさいからその作ります。全然、全然いいよ。で、あとこういうあのなんかそれぞれ何の役割するレモンかみたいなやつを置いてたらいいかな。これ別に何でもいいです。それは、あ、そこで作るってこと？そう、作ったやつを入れとく。ほうほうほう。あの、実際自分でやるってなったら、ある程度繰り返し使うから。あ、何回も使えるの？使えるやつと使えないやつがあるけど、ほうほうほう。停止液とかはこれね、あんまり使い回さんほうがいい。だから一回一回、ここに書いてる、なんか、水とこれ、この液体を一体読んで、出してそれを使ってねみたいなやつを繰り返してたりするけど、繰り返しで何回か使えるやつもあるし、そういう場合にこういうのでやる。なるほど。あと、フィルムね、あのもう脱ぎちゃったからこれフィルムピック。ああ、出た。これね、面白い。アマゾンにあったの。これがフィルムのクリップね。クリップ、ツレスクリップ。これ2つで1セットです。これだけやったらあんまり意味ないから。なんで？あー、上と下で入れると重しになる。重しになる、そうそうそう、カール重しで、これ、温度計です。温度計、あー、水温か。そうだ、今の時期はね、もう割とちょうどいいぐらい、20度ぐらい、20度ちょうどぐらいだと思うんだけど、寒い時期とかは水冷たいやんか。うんうんうん。だからこうお湯にしたり、水にしたりこうちょうどいい20度ぐらいをキープしないと、まだその現像結果に変わってくるから気をつけてください。なんかあったかい方が早いんやったっけ？あれ？はい、関係ない。早いよ。早いけど40度とかでやったら確かめっちゃ早いみたいな。でもあのシート見てもらったわけだけど、20度でしかみんな各社レシピ出しない。はあはあ、20、40度2倍違うけど、うん、単純に時間を半分にすればいいわけじゃないし。ああ、まあそれはそうなんでしょ。だから気は20度でやった方がいいと思う。なんかレシピが18度とか22度とかこうプラスマイナス何5度ずつぐらいまでは多分あんねんけど、30とか40のお湯でやるっていうのはやらんほうがいい。でそれはカラー現像の方はお湯でやんねんけど、36度ぐらいだったかな。白黒に関してはあのそんな高温でやらんでもない、大丈夫。まあ、確かにね、高温するってことはあれか、みんなあの高温しなあかんから、調理器違う。そう、あのなんかあるよね。いるもん。でそれをずっと温め続けれるような設備がないと難しいのよ。どんどんこのこれ入れていると冷めたりぬるぬるだったりするから。確かに。だから管理しやすい20度っていうのが決まってるわけよ。ああ確かに。40度とかやったらすぐぬるくなっていくから。せやね。え、その場合ってその電動の温めるやつにずっとそれを入れとく。バットみたいなのがあって、あ、ホットプレートみたいなの。なるほど。ここに入れてあったか。高くしながらこうタンクじゃなくてバット現像の方がやりやすい。へえ。熱とあれかね。むず。難しいよ。そんなんちゃんとしたもんない。無理や。だからカラー現像って業者がやらないとうまいこといかへんねって言って、そういうところにちゃんとそれ専用の機械があってそれ使ってやってるから。その技術があるわけね。技術っていうか器具と。そう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 。っていうかあのその。めっちゃ臭いんやけどね。手洗ってきいやで。道具は以上です。はい。結構シンプルやね。うん。